すぐお前は CIA のジェイソン・ハドソン指揮官に置かれた。レズノフの協力で脱出したお前をハドソンは信用できたと思うか。レズノフ、トムだ。だが脱出できなかった。ビクトル・レズノフはコミュニストだ。 CIA はなぜお前を信用できると判断した。レズノフされた。俺は裏切らない。今もこれからも。政府はお前にドラゴビッチ排除の指示を下した。ああ、やつだけじゃない。他にも殺すやつらはいた。あれだ。あれなんだ、メゾン。任務のためにペンタゴンに呼び出された。ジェイソン・ハドソンが新しく担当官になった。着いたぞ。なぜペンタゴンに。ハドソンはそれを口にする許可を得ていなかった。車を待たせてあります。ようこそペンタゴンへ。遅刻だな。マクナマラちゃん、君たちの評判は耳に。急いで。我が国の安全保障は危機に直面している。この男は恐れず、方針もなく、弱みもない。この男がニキータ・ドラゴビッチ。君たちはすでに会っているな。いつ殺しましょう。君が戻ったのは幸運だ、メイゾン。VIP だよ。来たぞ。その場の全員が俺たちを、俺を見ているような気がした。あの頃は誰も信用できなかった。時には自分自身さえ。それを見極めるために我々がいるんだ。世界一優秀なスタッフが集う。これまでも、これからも。我々はずっとお前を監視していた。そんなことは不可能だ。私はペンタゴンに。我々が来たと伝えてくれ。承知しました。クリアランスプロスペロ。最高の英雄。数字が絶えず聞こえてきた。頭から、最高のリーダー。頭から離れないんだ。アリエ。VIP だ。彼がお待ちだ。何かに蝕まれている気がした。何にだ、メイソン。まさに中枢だ。人類全体を救った決断が幾度となくなされた。わからない。まるで夢の中で。2歩目、暗闇からの脱出。3歩目、劣化の攻撃を。お前は目標に近づいていた。予定通りに。決して衰えることはない。圧倒的だろ。この先だ。シコラックス。この中枢部は1943年に作られた。めったに使うことはない。ありがとうございます、長官。じゃあな、メイソン。大統領。エージェントメイソン。お目にかかれて光栄です。かけたまえ。
我が国はコミュニストの脅威にさらされている。我が国の自由、生活そのものが脅かされた。ドラゴビッチだ。君は最高の人材だと聞いている。どこに行ってもな。君を求めていた、ミスター・メイソン。任せたぞ。